ダウノルビシン、原型的アントラサイクリンドキソルビシンエピルビシン、イダルビシンアントラサイクリン類あるいは、アントラサイクリン系抗成物質は、ストレプトマイセス属微生物ストレプトマイセスプシティアス、バリエーション、カイシャスに由来する、眼科学療法に用いられる薬剤の一群である。アンスラサイクリンと称されることもある。これらの化合物は、白血病、リンパ腫、乳眼、子宮眼、 卵巣癌、肺癌を含む多くの癌の治療に用いられている。アントラサイクリン類は、これまで開発された中でも、非常に効果的な抗がん治療であり、その他の抗がん剤よりも多くの種類の癌に対して有効である。主な副作用は深毒性であり、このため有用性がかなり制限されている。その他の副作用には、オートなどがある。初めて発見されたアントラサイクリンは、 ホセンキンストレプトマイセスプシティアスによって天然で生産されているダウノルビシンである。ドキソルビシンはほどなく開発され、その他多くの関連化合物が続いたが、臨床で使用されているものはほとんどない。アントラサイクリンには3つの作用基準がある。DNA、RNA 差の塩基体間にインターカレーションすることによって DNA 及び RNA 合成を阻害する。 ゆえに増殖の早いがん細胞の複製を妨げる。通型トポイソメラーゼを阻害し、DNA スーパーコイルの主観を妨げる。これによって、DNA 転写および DNA 複製を妨げる。ある研究では、通型トポイソメラーゼ阻害剤はトポ2と拡散機質の乖りに必要なトポ2のターンオーバーを妨害するとされる。DNA および 細胞膜に損傷を与える、鉄媒介酸素ラジカルを発生させる。ありがとうございます。